さあアフタートークを、史上初です撮り直しをします、はい、テイク2ね、小野さんのね裸のセント君が、うん、ちょっと下手したらこの YouTube 側の方の規制に引っかかる可能性もあるということで、すごい時代ですね。ちょっとここがちょっと出てたのね。これがもうちょっと隠れてればまだあれだったと思うんですけど、ね、僕らは決してねそのなんかエロ的なことでやってるわけじゃないんですけどもね、あの、はい、AI 判断とかあるらしくて、勝手にこれは裸と見なされて、肌色が多いと ね、 ね、だから小野さんも不本意でしょう、うん、まあそう、うん、改めて自己紹介します、はいはい、山本千斗くんです。山本千斗くん、わけわかんないですよね。なんか顔だけ気合い入ってる感じになっちゃってますよね。これ切るとさらにわけわかんない。一応あの近くに寄って、あのどんな顔か、はいはい、見せてみましょう。高さ気をつけて。ガッと寄ってあげて、うん、そう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 。ね、あ、ちょっとしゃがんで、はいはいはい。もう裸じゃないとわけわかんない。これがセント君ならね。そう、これで上半身裸でやってはいたんですけども。ちょっと、うん、安全策ということで、はい、はい、でそうね、これこつけようとすると必ずこうかぶつかっちゃうよね。どうするどうやってつけるんですか。一回後ろ回すんですね。そっちからガッと後ろからそういうヘッドホンじゃねえのにそれでつけると素晴らしい。さあ今日はね、ツイッターがフォロワーが1000人を超えましたので、はい、こういうねやっつけ仮装大会しましたけども、うん、また新たな目標を決めました。1000、ねはい、にまつわるモノマネというかね、うん、やったそうです。今日はね、次のツイッターのフォロワー数目標はどうしましょう。はい、今のところ番組のアカウントで一番多いのが、うん、ラジマルで1563、はい、なるほど、はい、じゃあ打倒ラジマルということで、そうですね、ラジマルを超えたらまた小野さん何かと山本監督が交わるということです。山本監督の決まりなのマストです。はい、なんならやっつけ山本監督大会ですから。それなんだよ。決まってたやることですね。今のところ予想としては山本監督と何を掛け合わせるつもりですか。そうね、やっつけるなら、うん、だろうな。やっぱ一休さんかな。一休さん。一休さん。こうやってやりたい。ああ、いいですね。ちょびひげグラさんでそうやんの。うん、何も思い浮かねえや。一休み一休み。何も思い浮かねえけど一休みだ。いいですね。さあ、早くその日が来ることを願いましょう。はい、皆さんぜひね、ツイッターの方もフォローしていただきたいと思います。はい、土曜はどん、毎週土曜夜7時30分からお送りしてます。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい